おお、いきなりやんのか。いらっしゃい。もしかしてカウンセリングかな？今からできますか？じゃあ始めようか。そうですね。そうだね。気をつけてね。じゃあ、失礼しました。行ってきたよ。これからでしょ？どうだった？思ったより嫌ではなかったかな。もうだいぶね、話しやすそうというか、そんな感じでしたよね。お疲れ様です。そっちも？はい、そうなんです。先生が囚人に来られる前からお世話になってるんです。マジか。あれ？それじゃ。いらっしゃい。仕方ない、取引したから。緊張する。緊張する。なるほど。状況はだいぶ把握できたよ。実は君がここに転入した経緯とかは学校からも軽く説明を受けていたんだ。事実だ。変だな。不気味だ。ごめんね。さて、ごめん。少し長くなっちゃったね。君と話してると不思議と話が弾んじゃってさ。ね。最後に一つ提案があるんだけど聞いてもらえる？何でしょう？僕はね、ある研究をしていて、それはカウンセリングとはまた違う心理療法のようなものについてなんだけど、めちゃめちゃ興味あります。まあつまり人の心を知るための研究でね。どうかな。うまくいけばたくさんの人を助けてあげられると思うんだけど、どうかな。
どうってもう少し詳しく。何がだ詳しく。ごめん僕の研究を手伝ってほしいんだ。お菓子もいくらでも食べていいから。お願いします。そうだな、ありがとう。マルキとの関係が深まるのを感じる。さあということで早速ランク2ですね。ありがとうございます。よし。待って、即座に回復することがある。強くない？そうだ、連絡先とか教えてもらってもいいかな。おお、やば。毎日通う、毎日通えた。SP 完走させたいんだけど。疲れ様です。やれやれ。おやすみ。マジか。ぶっちゃけね、そういう心理療法だったりとか、そういうお話ね、めちゃめちゃ興味あるので、というか実際にそういうカテゴリーをお勉強してきた人なので、めちゃめちゃ嬉しいですね。もう嬉しすぎてもう部屋の中走り回るぐらいですもん。もう寝ようぜ。さあ、ということで、今日のところはね、寝てしまおうかなと思います。まあ何もできないよね。しゃあない、寝ましょう。さてと。おやす。5月の14日です。レミ、今日で終わりって思ったらつい張り切って徹夜しちまった。リュウジが勉強かよ、槍でも振るんじゃないか。いや、テストは潔く諦めた。ゲームしてたら朝になってたわ。気持ちわかる。赤点確定だな。男らしいな、男らしいな。今に始まったことじゃねえからな。赤がいくつあろうが今さら変わんねえよ。めっちゃイケボで言うじゃん。朝っぱらから大口開けてんな。やっと試験終わりだし、最後くらい頑張ろうと思って。さすがはアンドの、どっかのバカザルとは大違いだな。あ、てめえの方が脳みそ小さいくせに偉そうに言うなよ。無用の長物って知ってるか。でかくてもスカスカじゃ意味ないぞ。んだとこら。ああもう朝からうるさい。覚えた年号忘れちゃ。気のせいかな。は？違うっての。んだよ、痴漢でもいたか。そうじゃないから、なんでもない。もうちょっと心配してよ。しょうがねえな。来いよ。
なあ、マジでこいつ？お前の自意識過剰じゃね？違う。君たち、何なんだ？それはこっちのセリフ、つきまとってたくせに。つきまとった？心外だな。ずっとつけてたでしょ、電車の中から。それは。やれやれ、いきなり車を降りたと思えば呆れるほどの情熱だな。結構結構。車から見かけて追いかけずにはいられなかった。先生の着信にも気づかないほど。けどよかった、追いついた。はあ、はあ、君こそずっと探してた女性だ。ぜひ俺の。いやだ、ちょっと。俺の絵のモデルになってくれ。モデル？俺は今まで納得いくものが描けなかった。君から他の人にはないパッションを感じる。この男怪しすぎる。いかがわしいスカウトじゃねえの？協力してくれるのか？どうなんだ？待てって、お前誰よ？ああ失礼、俺は厚生高校美術科2年、北川雄介だ。俺は斑目先生の門下生で住み込みさせてもらってるんだ。画家を目指してる。え、マダラメって、あのこないだ情熱帝国に出てた？そうだ。知ってんの？超有名な日本画家、世界で評価される日本画家なんだって。こないだメメントスで聞いた。ユウスケ、すみません先生、今戻ります。あのじいさんがマダラメ？明日から駅前のデパートでマダラメ先生の個展が始まる。初日は俺も手伝いに行くんだ。ぜひ来てくれ、モデルの件。その時にでも返事をもらえると。どうせ絵画に興味はないだろうが、チケットは人数分渡してやるよ。じゃあ明日ぜひ会場で。わかりやすいやつ。行く気じゃねえよな。行ってみようかな。やば、時間。また後でね。アンドノを狙うとは、ユウスケ、その顔を覚えたからな。マダラメの弟子と偶然知り合った。都合のいい話ね。本当なのかしら。まあいいわ、一番知りたいのは手口だから。確かにマダラメは許されざる罪人だった。富や名声を子供たちの生き死で肥やしてきた憎むべき大人。けど長年隠し通してきた秘密の悪事を短期間でどうやって突き止めたの？異世界で知った、覚えていない。また異世界？いいわ、じゃあ仮に君が言うように宝を盗めば心を変えられるんだとしましょう。そうなると別の疑いが出てくる。人が急に意識を失って目覚めなくなったり、逆に凶暴になったり。4月の地下鉄事故もそう。これって見方によれば心が急に変わる現象だとも取れるわね。君たち関係あるの？言いたくない、わからない。そう、いいわ、
マダラメの件の続きを話して事実だけを簡潔によ。今日で試験も最後かということで、最終日は特に選択肢はなくお任せみたいな感じです。手応えある。終わった、気にしない。手応えはある。裏切り者てか、もう試験の話はやめようぜ。いやでも来週答案が返ってくんだしよ。終わったことよりさ、何見てんの？例のサイト。ダメだ、大した情報ねえし、書き込みも減ってきてんな。我が輩、一発屋で終わんのはごめんだぜ。ジタバタしてもしょうがないよ。そうだ、どっかランチ行かない？こないだのお釣りも残ってるし。なら俺寿司がいい。それかうなぎ、国産の。ねえからそんなに。そうだ、朝もらったマダラメ店のチケットは、そっか、明日からだっけ。まさかあのユウスケに一目惚れ。そんなんじゃないっての。そうだよな、テレビの特集見てた時結構いい絵だったし、タダ券あるならって思っただけ。それにもしかしたらメメントスで聞いたのと関係あるかもだし。マダラメだっけか。気にはなる。偶然かもわからない。まあ気にはなりますよね。もらったこれどうする？たまには芸術でも鑑賞してみる？芸術ねえ。こうなりゃ全員で行くぜ。芸術の鑑賞は人間の魅力や品性を高める。美術品の真贋を間違う回答なんてダサいしな。まあみんなで行くなら。なら決まりね。楽しみな。興味ない。楽しみですね。古典に行くって響きがちょっと大人な感じ。じゃあ明日会場前に集合ね。よし、明日はアンドノと展覧会か。メメントスで聞いたマダラメって名前も気になるし、明日遅刻するわけにはいかないぞ。外出はやめとこうぜ。ということは、まあ、ルブラン内になるのかな。よく気がついた。まだらめで先生だからね。さてと。それならね、多分ルブラン内だったら何かしらできるとは思うので、お外が出られないんだよね。ですね。それならね、DVD 見ようかな。お？俺が彼女と付き合ってるって？おいおい、勘弁してくれよ。ひどいわ。あの夜、愛してるって言ったじゃない。なあ。
あな。さてと。よし、寝ましょう。さあ、5月の15日です。今日は展覧会ですね。個展ですね。マダラメさんの。混んでんな。いるのバレたら面倒だから、あんま出てくんなよ。来てくれたんだね。まあ、うん。本当に来たのか。てめえで剣置いてったんだろ。他のお客様の邪魔にならないようにな。さあ、案内するよ。俺の描きたい絵のこともいろいろと話したい。じゃあ後で。アンドノ、大丈夫なのか？大きな絵の裏でゴニョゴニョなんてことを。出てくんなっつの。マジで芸術鑑賞する？帰るってのもありじゃね。マダラメのことを知りたい。見て回ろう。自分は見ていく。まあ、俺は見ていくけどね。しょうがね。せっかく来たんだし、俺も回っとくか。行こうぜ、行こうぜ。どっちから行きゃいいの？これ。ん？こないだのじいさんだ。先生のイマジネーションにはいつも本当に驚かされます。すべてを一人の人間が描き出したとは到底思えない縦横無尽の作風。一体どこからこれほどの着想が？そうですな、言葉で伝えるのはなかなか難しいのですが、泉に一つまた一つと泡が浮かぶように心の内から自然と湧き出てくるのですよ。自然とですか。重要なのは金や名声などの属性から離れることですな。私のアトリエは質素なあばら屋ですが、美の探求には十分なのです。あばら屋？なるほど、無心が内なる美を育ててくれると。それにしても巨匠マダラメ先生からあばら屋なんて言葉が出るなんて。ご覧いただければわかりますよ。あばら屋って言葉、確か。マダラメ先生、来てるの？あそこ！やっぱり初日来てよかった。ちょ、押すなって。人多すぎだろ。潰れる。とりあえず出口に。死ぬんじゃねえぞ。日本画ってこんないろいろ種類があるのね。普通はもっと作風は絞られる。でも先生は全てを一人で創作してる。特別なんだ先生は。ユウスケ、ここにいたのか。先生、昨日の子だね。楽しんでもらえているかな。ほんとすごいっていうか、うまく言えないんですけど。何かを感じてもらえる、それだけで我々画家は本望だ。いい絵になるといいな、ユウスケ。では失礼。芸術家ってとっつきにくそうだけど、先生って親しみやすいよね。ああ、これだ、生で見たかった絵。これが描いた人の怒り？わかんないけど、熱い苛立ちを感じるの。あんな気さくで紳士的な人なのにこんな絵が描けるなんて。どうしたの？なんでもない。こんな絵よりもっといい絵がある。さあ、こっちだ。あ、ちょっと。
おばちゃんの肘がもろけど、おかげで思い出したぜ。何よ、あんと北側のこと。それは置いとこうぜ。ネットの書き込みだ。ほら、ここ見てみ。なんで先帰んの。ちげえって、俺ら巻き込まれて。まあいいや、お前もこれ見ろよ。この書き込み、マダラメのことかもしんねえ。なんて。日本画の大家が弟子の作品を盗作している。テレビは表の顔しか報じていない、だとよ。盗作。最初に見た時は何とも思わなかったけど、あばら屋でまだらめだからな。住み込みさせている弟子への扱いはひどく、こき使うだけで絵など教えてもらえない。人を人とも思わない仕打ちは飼い犬をしつけるかのよう。盗作に加えて虐待ってとこか。マジなら大スキャンダルだ。北川くんが書き込んだのかな。だってまさに弟子でしょ。さあ、匿名だから。となるとメメントスで聞いたマダラメがあのマダラメと同一人物かもしれねえ。あの先生がそんなこと。あの時のシャドウに聞けないかな。あ、っていうか現実の本人に聞けば。どんな風に聞くんだよ。メメントスのことから説明すんのか。それに現実で表立って動いたらマダラメ本人にバレる可能性もあるぜ。あ、そっか、そうだね。お前はマダラメのことどう思う。怪しくね。怪しい、ガセかも、わからない。怪しいですよね。だよな、偶然にしちゃって行き過ぎだ。こいつが黒なら待ってましたの大物だろ。まあそうだけど、本当なのかな。あ、そういやモデルの話はどうなってんだ。北川くんから連絡もらってる。あとマダラメ先生のアトリエの住所も。住み込みっつってたな。ちょうどいい、明日行ってみようぜ。放課後マダラメんちに行くぞ。え、モデル明日。急に言われても。はあ、北川に話を聞きに行くんだよ。なんだそっち。よし。とにかくリュウジが見つけたっていうマダラメの噂が本当かどうかだな。ですね。本当なら願ってもない本物だぜ。さてと、とりあえずあれですね、テレビショッピングを見ましょっか。どうしよっかな。花粉症対策バッグ買おう。さてと、でお外は出られそうにないですね。じゃあどうしよっかな、お勉強にしようかな今日。いいか、どうする、勉強しますか。戸締まり頼んだぞ。なあなあ、ドリンクはまた来週ですな。
さあ、5月の16日です。じゃあ始めるね。おお、丸木先生。心についてどれぐらい知ってるかな。あのね、これあれだよ、多分なんかプラシーボ効果普通にありましたね。これだ。その通り。よーし。やるじゃねえか。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。